ばんは。今日は静岡県を走っています。どこに行くかはまだ不明です。ただね、忙しいので明日の昼頃までに家に帰りたいと思うのですが、ちょうどよく近場でいいところがあるといいんですけどね。浜名湖のサービスエリアが近くなってきましたので、一度そちらに入って考えたいと思います。昔はよくただのドライブでこの辺連れてきてもらったんですけどね。昔といっても小さい頃ですよ。浜名湖サービスエリアです。いっぱい止まってるね。開いてるのは開いてるんだけどね。ああ、ガラガラだ。あっちはいっぱいだけど。ちょっと後ろ気味で止めとく。うん。こちら浜名湖サービスエリアなのですが、先ほどねこれを買ってきました。冷やして食べる。みかん&カスタードクリームパン、いちご&カスタードクリームパン、やばかったですね。開いてますね。もうちょっとで空の状態で取ることになるところでした。こちらもねもう開いてるんですよ。危ない危ない。でパソコンでねこんなようなのはね編集してますね。これは仕事とは関係ないですよ。そのうちねこれ動画で出したいんですけどね、ちょっとねということで、こんな風に過ごしております。嫁さんいるんですけどね、なるべく映らないようにっていうことでね、隠れてます。で、こちらはいつものラッシュくんがおります。そして一番奥の方には、ジュリさんがおります。ねえ、車の中退屈？退屈？車の中ねえ。だけどお散歩行く？昔とこ遊び行きたい。ちょっとだけ、ちょっとだけでブラッシュ。マックのポテトフライが残ってたのでチンします。暑いね。朝早いのでまだ比較的空いています。本物でした。不思議ですよね。一輪だけ。鳴らしといてびっくりしたわ。ちょっと好きやで。今8時半ですが、だんだん活気が出てきましたね。ほら、お店も開いてきましたよ。ここのショッピング館、夜中もやってるんですけど、朝になるとね、みかんとか野菜が並び始めてます。美味しそうですね。こんなのもあります。
浜名湖サービスエリアお世話になりました。結構中綺麗でお店もいっぱいありましたね。散歩できるのが嬉しいですよね。昔はよく来たんですけどね、若い頃はね、有料道路全然使わずに下道ばっかりでしたね。愛知県からこちらの静岡の方来るのもね、山の中ばっかり通ってきてましたよね。山の中走るのが楽しくてね今日はですね、静岡県の駅にあるうなぎ屋さんにね、行ってみたいと思います。帰りはね、上道じゃなくて下道で、他の道の駅も寄りながらね、帰っていこうと思います。あんな感じで止めてます。新所原駅だそうです、こちらで買えるんですか、お弁当とか。あ、はい、あの頼んでいただいて、それから来る形になりますので、はい、お時間7、8分いただきますので、はい、あったかいのお渡しできます。はい、それがいい。時間があれば10時から食事を、この裏に食べるとこもありますんでね、はい、11時から後ろ開きますんで、それはご飯ものの丼物になりますので、はい、お弁当ですね、はい、お持ち帰りのお弁当、おいくらのおいくつ、はい、で1600円一つと、はい、2800円が一つ、はい、一個ずつですね、はい、ありがとうございます。じゃあ4400円いただきます。はい、じゃあこちら600円ですね、はい、はい、じゃあ7、8分かかります。そちらはちょっと広い方でお待ちください。はい、お願いします。アリーナだよね、うん、鈴木アリーナ
このこれ白いの行ったらいける。はい、OK。あなたが運転するけど私も疲れる。ドキドキしながら入ってくるの遅いとこ。うなぎのお弁当です。今日買ったのは半身一切れ入り1600円、あと一本入り2800円、この2つを買いました。美味しそうないい匂いがしてるんですけどね、ただね食べる場所を探し求めてねかなり時間が経ってしまいました。こちらね冷めにくいようにこの上から新聞紙でも包んでいてくれてます。全部ね国産のうなぎらしいですよ。駅でも食べれるんですけどね、そこの場所でも何時からだったかな、11時から2時までだったかな、は食べれたように書いてありました。そこで食べるにはねちょっと車を置く場所がなかったのでね、一応駅のロータリーで少し車置くことはできるのでね、うなぎを買う時間ぐらいは置いといても大丈夫そうでした。少し時間が経っちゃってますのでふっくら感がなくなっちゃったかな。でもいい匂いしてます。いただきます。どこかに行ってもですねいつも食べ物の動画になってしまって申し訳ないのですが、このうなぎ弁当を買ってみたくて浜名湖の方に行きました。浜名湖にもねお店たくさんあるんですけどね、ちょっと駅のうなぎ屋さんということで珍しいのでね、ここのお店テレビでも出てきてると思います。いただきます。香ばしいですね。お弁当を買ってからね1時間以上うろうろしちゃいましたからね、味はね香ばしくて本当美味しいですね。浜名湖だったのでね海を眺めながら食べれるところと思って止める場所を探してたんですけどね全然ありませんでした。浜名湖でも反対岸の方は結構止めるところとかあるんですよね。今回行った方は西側になるのかな、西側の方はあまり止めるところはないですね。浜名湖の東側の方は浜名湖沿いに駐車場とか確かあったと思います。できれば熱々の時に蓋開けたかったですね。ふわーっとなったかもしれない。今日は他にも買いに来てる人がいまして、私のその注文して待っている間に2人のお客さんが来たのかな、あと団体さんも来てましたけど、今度買いに行く時は食べる場所を見つけてから行った方がいいですね。
人の方はね、駅のロータリーでもうそのまんまベンチに座って食べてましたね。きっとあの方は熱々のが食べれたんでしょうね。ごちそうさまでした。食後のデザートいただきます。金つば栗だそうです。昨日の夜に浜名湖サービスエリアで買ったものです。